はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト 3K ミックス続きやっていきたいと思います。前回ね、闇ゾーマ倒しました。それで、復活の玉もね、治ってますね。はい、なんとまたそうなったか。ね、もうエロ本はいらないですけどね。15体以内に倒さなくちゃいけないんですよ。倒せないかもしんないんで、もしかしたらね。11ターンとか行ったんですけどね。あれからちょこっとは強くなってるんですけどね。ピオリムバイキルと、いや待ってよ、まあいいか、バイキルとで、ね、どっちに召喚しなくちゃいけないからね。あらかついればいけると思います。2番目がバイキルト でここがベホマラーでもいけっかな。危なくなったら主人公でね、ベホマズンでもいいし、ね、ベホマラーの威力高いですからね。これで順番めちゃくちゃにされるんですよ、のしかかってきたら。とりあえずあれ来なかったね。凍てつく波動。まあ念のために。あっちがね、たまに早い時あるからさ。ああ、凍てつく来ましたね。まあそういう時もあります。そういう時はね、このセリアのメラゾーマはあんま関係ないんで。でも召喚されてる状態ですんでね。まあ、ここは崩さぬの。どうすかな。バイキルト、アラカツ、まあ、ピオリムですね。アルツはもう攻撃でいいかな。早っ。まあ、よほどのことなければこれで先手は取れるはずなんですけどね。やばいかも。大丈夫かな。あ、やばいか、やっぱやばかったか。ね、変なの先動いちゃったからさ、復活にし壊れちゃった。また取りに行かなくちゃないね。しかも、デスカードやってきたぜ。バイキルトは絶対。バイキルトの、ベホマズンやっとこうか。ピオリムかね。早っ。シャナクで起こさなくちゃいけないですね。まあその前にバイキルトの方がいいかな。あ、あらかつになっちゃった。今自分、まあ15ターン切ればいいんで。やっちまいましたね。シャナク、モモコさんつってんのにね、バイキルトをあらかつね。
すげえ、速攻目覚めたね。バイキルと、ピュ、ん？誰だ？あ、セリアか。あ、順番また変わってんのか。ここで、ピオリン。いやー、オルテが生き返ったらどういう展開なんだろう。あのゾーマンのところで生き返るってことだよね。それはまずい。まだ11ターンか。これ300持っていけっからいいですよね。バイケルとかかってる？魔法使いいればもっと行くんでしょうね。やまびこの帽子かぶってね、400ぐらいいけますよね。あ、いけた。なんか結構なんだかんだ言って12ターンでいけますね。ミスターのいいね。じゃあこれいきます。はい、オルテが生き返してほしいんだな。はい、夫婦なかなか難しい願いを言いおる。なんとその後復活の玉を持っているのか。それなら話が早い。では復活の玉を渡すがよい。はい、はい、ではアルスのふるさとアリアハンに戻るがいい。嬉しい知らせが届いていることだろう。ではさらばじゃ。ってこれどうなんの。ここで飛べないよね。あ、行けんのかい。屋根ないんかな。屋根突き抜けたんだな、きっと。これでようやく生き返りました。まだなんかあんのか、これ。お。あ、おかえり、アルス。父さんが戻ってきたのよ。もう嬉しくって。アルス、ほら、ちゃんと見て。父さんだよ。お前の父さんだよ。これ、ゾーマンとこ行ったらどうなの、これ。アルス、立派に育ってくれて父さん嬉しいぞ。母さんにも感謝せねばな。ともかく今まで心配をかけてすまなかったな。お前も母さんだけにはあまり心配かけぬようにな。何？そうそう、リムルダールのすぐ近くの茂みにスライムの店があったぞ。なんだそれ、リムルダールのすぐ近くの茂み。確かリムルダールから東に2歩、北に5歩だったはず。その座標を調べてみるといい。なんだそれ、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 なんだそれ。生きておったとはさすがわしの息子じゃ。アルスもわしの孫じゃ。どんなことがあっても死んではならんぞ。いや、いいけど、復活の石とか壊れちゃったけど、またね、取りに行けばいいんですけど、まあ別にそこまでいらないよね。アイテム集めるんだったらいるかな、ぐらいで。ね、アンゴラとかあるからね。とりあえずセーブさせてください。2番目は復活の玉ね、まあ、治ってるデータなんで、まあ、商人に見せたら乗ったりすんのかな。はい。じゃあちょっとね、試しますね。はい。ちなみに、復活の玉をね、渡す前にね、直してみたらね、こうなる。まあ、これはかなり珍しいものだ。どんな効果があるのかよくわからないが、試しに使ってみたらどう？使ってみたらどう？何回も使える、生き返るのか。呪いはかかってないわ。これって上に乗るの？何回も使えんの？復活の玉って。復活の石が必要だったって言ったよね。ここに乗ってるようだったらまずいよね。でも鑑定やっても乗らなかったもんね。
お、リムルダール飛んできたらなんかイベント起こりました。突然あたりに土星が響き渡った。よくぞここまでわしをコケにしてくれたものよ。聖なる祠の近くの小島に来るがいい。たっぷりお礼をして差し上げよう。え、何それ。は、でもリムルダール、何それ、わしをコケにしてくれたな。1,2,3,4,5,1,2、あ、なんかスライムがどうとかって言ってるの。何その、何それ。よくも足をコケにしてくれたな。今これゾーマンとこ行ったらどうなんの。ところで、聖なる祠の近く、北に2歩、なんか言ってたよね、オルテが。スライムが近くにお店開いてたって何、どういうこと。ここら辺のこと言ってんのかな。何あれ、わしをコケにしてくれたなって。スライムのところに行かなくちゃないってことだよね。聖なる祠の近くってなんだ。あ、ところで幸せの杖って取ったんだけど、5505だよね。どこのこと言ってる。え、オルテガさん何か言ってたよね。スライムがそういえば店を開いてたぞって。ん、もうあれですか、頑張ってる。ところで母さんの話が長くてな、ちょっと参ってるんだな。なんとかならないものか。そうそう、リムルダールのすぐ近くの茂みに、茂み、スライムの店があったぞ。確かリムルダールから東に2歩、北に5歩だったはず。そのだ、東に2歩、北に5歩。これまでのこと話していたのよ。ねえ、まあ、まあそうだね。話足りなくて、足りないね。怒号が響いたってね。まず東に、1本目だろ、2本目だろ、この上だよな。2345、ここ、あ、なんと茂みに先道が続いてる。なんだそれ、隠しショップだって。一体誰にここを聞いたんだい。オルテが、じゃあしょうがないね。あの人には恩があるからね。はい、道具屋です。何言ってんのマジっすか。ただいま品切れ中です。マジですか。ベホマズンじゃないですか、これ。はい、ということで、こんなのありました。なんか怒号響きましたよね。聖なる祠の近くがどうとかって。あとちょっとゾーマ城気になるんで一回行ってみようか。そこまで。なんかゾーマ城に来たらこんなのがいるんですけど。はい、ということで、まあちょっと変わってんのいたね。まああれ次回にしようか。次回、次々回にしよう。っていうのが、
まあ、実はね、あの先まで収録してまして、まあ、何かしら面白い展開あったかもね、セリフがちょっと違ったりとかね、まあ、あるんで、まあ、最後なんかな、それが。で、まあ、ちょっと時間軸は戻りますけど、2つぐらい先のパターン、怒号がちょっと気になるんで、そっち先行ってみようかなとか思いますね。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。